米中貿易摩擦で揺れる世界経済。過熱する報道を注視しながらも、次の一手を冷静に見極める企業の動き。そして各地で存在感を増すスタートアップを生み出すエコシステム。変化を続ける世界経済の動きをジェトロの専門家が解説します。世界は今、ジェトログローバルアイ。米中貿易摩擦をはじめ、今ニュースでも国際間のさまざまな通商問題が取り上げられており、皆さんも気になっているのではないでしょうか。今回はジェトロが毎年発行している世界貿易投資報告をもとに、世界の貿易や投資の動きについて改めて見ていきたいと思います。スタジオにはジェトロ国際経済課の米山さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の報告のテーマは、揺らぐ国際経済秩序とグローバルビジネスの今後ということですね。はい、ジェトロでは毎年、世界貿易投資報告で、世界と日本の貿易投資や通商ルールを分析していますが、今年のメイントピックは保護貿易主義の影響です。はい、また報告では毎年、ビジネスにまつわるトピックにも触れていますが、今年はスタートアップ企業を生み出すエコシステムについて分析をしています。今回はこの2つを中心にお話しします。まず世界貿易の動向についてお聞かせください。はい、ジェトロの推計によりますと、2018年の世界貿易は前年比 9.7% 増の19兆ドルを上回り、過去最高額を記録しましたが、前年に比べると伸びは鈍化しました。はい、2018年は後半にかけて世界の多くの国や地域で輸出が減速、商品別では電気機や一般機械などで輸出の鈍化が見られました。その背景には米中貿易紛争とそれに伴う関税の引き上げ、景況感の低下、政策の不確実性の高まりなどによる世界経済の減速があります。今年に入ってもその減速傾向というのは続いているんでしょうか。はい、2019年第一四半期のデータを入手できる国の貿易額を合計しますと、輸出は前年同期に比べ 2.6% 減と減少に転じました。とりわけ工作機械、半導体製造機器、携帯電話の落ち込みが顕著になっています。原油価格の回復や中国の景気刺激策など押し上げ要因はあるものの、貿易摩擦や景況感の低下など下振れリスクは大きく、2019年の世界貿易は数量ベースでは減速が見込まれます。では次に、今回のメイントピックの保護貿易主義の影響なんですが、世界的にはどのような状況なんでしょうか。はい、世界の主要20カ国 G20 が2018年に導入した輸入制限など貿易制限的措置は71件ということで、2年連続で増加をいたしました。はい、またその対象となった貿易額も昨年以降高止まりをしています。2018年には米中などで大規模な貿易制限的措置の発動が相次ぎましたが、これら主要な措置の対象貿易額を合算しますと、世界貿易の 4% に程度に相当する規模ということになります。昨年発動した3回にわたる米中間の追加関税措置の応酬、その結果アメリカの中国からの輸入額は2019年1月以降は前年同月比で大幅なマイナスが続いている。一方、中国のアメリカからの輸入額は2018年10月以降減少に転じている。さらにアメリカによる第4弾の追加関税措置もこの9月に発動され、今後の影響が懸念される。この短期間でかなり減少が進んでいるということですが、その分他の国からの輸入は増えているんでしょうか。はい、そうなんです。例えばプリント基板など、コンピューター部品ではアメリカの中国からの輸入額が、追加関税の実施前に比べて6割近く減少しました。一方で、韓国からの輸入額は2倍強、台湾からは3倍近く拡大をしています。
コンピューター部品などでアメリカの輸入先に大きな変化が出てきているということですよね。一方、中国の輸入先についてはいかがでしょうか。はい、中国のその大豆の輸入においては、最大の相手国であったアメリカが追加関税の実施前に比べて9割減となった一方で、ブラジルとカナダはそれぞれ2倍程度に拡大をしました。貿易面では影響がかなり大きいようですが、その他の企業活動についてはどんな変化があるんでしょうか。はい、生産拠点や機能を見直す動きが出始めています。例えば中国に拠点を構えるアメリカ系、ドイツ系、こういった外資系企業の一部は保護貿易主義に対応して生産機能拠点の他の国への移管を進めていますが、その際の候補先として東南アジアを挙げる企業が多いようです。生産拠点の移管といったら、やっぱ企業にとっては大きな決断となりますが、そういった動きも出ているということなんですね。ではここで中国に進出している日本企業の事例をご覧ください。こちらは車載音響メーカークラリオングループの郡山工場。車載カメラシステムやカーナビ、カーオーディオなどを生産し、現在国内のほか海外5カ国に生産拠点を構える。中でも中国は最盛期にはグループ全体の生産量のうち半分以上を担うほど生産を拡大したという。中国で生産していたほとんどグローバルと言っていいほど日本にも引っ張ってきてましたし、米州、欧州、当然その中国国内、アジアといった形でほぼ中国からグローバルに物を輸出して商売をさせていただいたというのが実態です。しかし生産拠点の一極集中は自然災害をはじめ問題が起きた時のリスクが大きい。そこでクラリオンは災害などが起きても事業を継続させるため中国へ依存していた生産機能を分散化する戦略へとシフト。さらに販売するエリアで生産する地産地消の割合も増やしている。そうした生産体制の見直しの中、アメリカ向けのカーナビは日本へ、カーオーディオはメキシコへの生産移管を進めてきた。そこで起きたのが今回の米中貿易摩擦。無税だった中国からアメリカへの輸出が追加関税措置により、カーナビゲーションが初回から 25% で、カーオーディオに関しては 10% で猶予期間があったんですけれども 25% になったっていうことになるんですが、当初中国からの生産移管はリスクの分散化を目的としていたが、追加関税のインパクトは大きく、計画を前倒しして移管を実行した。もともと日本に持ってくる計画を立ててましたので、今回その米中貿易摩擦がトリガーとなって時期を少し前倒しをしたと。急な生産移管は品質維持の観点でリスクが大きい。しかし郡山工場にあるカーナビの生産体制を生かしながら中国からの移管を効率的に行い、品質を保つことができたという。基本的には中国と同一の生産工程を、こちらの方に、設置いたしまして、デイリーですね、約450台の生産能力で生産をしております。ご覧いただいた企業のように、生産の一部を中国から他の国へ、移管する理由は、必ずしもその米中貿易摩擦だけではありませんが、その移管の決定を後押しする要因に、なることもあるようです。生産体制の変更というのは企業にとって設備投資だったり負担は小さくはないですよね。そういった移管によるプラスの効果を生み出すためにも、より戦略的に進出先の選定などを検討する必要がありそうですね。では今回の報告のもう一つのトピックである世界のエコシステムについてお聞きしたいと思います。シリコンバレーが発祥といわれるエコシステムですが、なぜ今回ここに注目したんでしょうか。はい、世界のビジネスの現場を、見渡しますと、スタートアップなど新興企業の存在感が、一段と増しています。
主要各国のその経済規模、GDP に対するベンチャーキャピタル投資の割合は、世界的に見てアメリカやイスラエルが突出していますが、近年ではカナダやイギリス、フランスなどでも上昇しています。各国はこのスタートアップを生み出すエコシステムを整備に力を入れています。確かに企業がスタートアップや投資家などと連携して新たなビジネスを生み出そうとする動き、各地で増えてきましたよね。こちらスタートアップを生み出すエコシステムの概念図を示したものなんですが、起業する人材をはじめ資金、外部環境、これらその4つの要素から形成されることが分かります。こうした4つの要素が共存しチャレンジしやすい環境であるほど起業家が集まり、さらに投資も増えるといった相乗効果が期待できそうですね。はい、ですので、スタートアップを支援し、優れたエコシステムを構築しようと、力を入れる国が増えています。この4つの要素をもとに世界各地のエコシステムの特徴を見ますと、それぞれの持つ強みが明らかになります。各地で特徴が違うんですね。はい、例えばフランスが力を入れているスタートアップの支援策フレンチテックは、公的機関からの財政的な支援、それから外国人のビザ取得など多くのメニューを用意しています。特に海外から優秀なスタートアップを取り込もうと積極的に支援を展開しています。私たちの製品開発はまだ始めたばかりで、そのような段階においてフレンチテックチケットによる資金援助のあるフランスは魅力的です。一方、イスラエルではノーベル賞を受賞する研究者や軍隊での兵役修了者の起業家が多く、ライフサイエンスやサイバーセキュリティなどの分野でスタートアップが生まれています。スタートアップやエコシステムへの期待は高まるばかりですが、その中で東京はどんな位置づけにあるんでしょうか。はい、東京については、世界の他のエコシステムと比較した場合、まだ十分とは言えない状況かと思います。起業家の育成や誘致、こういった課題も残されているように今思われます。ただ近年は大企業におけるオープンイノベーション、この機運の高まりを受けて、コーポレートベンチャーキャピタルやアクセラレーターが増加しつつあるほか、政府もスタートアップの支援策を打ち出すなど、今後の動きに期待をしたいと思います。では最後になりますが、アメリカと中国の貿易摩擦がますます激しさを増す中、今後世界経済はどうなっていくんでしょうか。はい、少なくとも今年については減速見通しということになっています。冒頭にありましたように、今回の報告のテーマは揺らぐ国際経済秩序とグローバルビジネスの今後です。保護主義の台頭で世界経済の成長を支えてきた経済秩序が大きく揺らいでおり、実体経済にもマイナスの影響が出始めています。一方、そうした情勢下にあってもビジネスの世界ではスタートアップなどの新興企業が着実に成長を遂げています。こんなように世界経済は大きな変化の時代を迎えておりまして、企業にとっては先行きを読みづらい状況が続くと思われます。まさに変化への対応力が問われていると言えそうですね。今回ご紹介した内容は最新の世界貿易投資報告で詳しく解説しています。インターネットで全文をご覧いただけるほか、ジェトロのウェブサイトからご購入いただくことも可能です。米山さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。